こんばんばは。6時のニュースをお伝えします能代市で4日24歳の男性が突然自宅で倒れ緊急搬送されましたこの日男性は最近同棲を始めた女性の帰宅を待っていた模様。夜も遅かったためいたずら心で家の電気をすべて消し女性が帰宅した瞬間驚かせようと玄関付近で待機していました数分後、女性が帰宅したため、 すかさず暗闇の中大きな声で脅かすとそれ以上の大きな声で女性が驚き逆にその声に男性が驚いてしまいあろうことか気絶してしまいます <laughs> 女性はえ失礼します女性は一瞬何が起きているのか理解に時間がかかったそうですがすぐさま救急車を呼び 男性は病院に搬送されたとのこと <laughs> 幸い命に別状はありませんでした調べによりますと男性はこの一件以来驚かし恐怖症に陥ってしまった <laughs> 続いてのニュースです三鷹市の路上で通行人の女性に対し下半身を露出したなどして中国籍の男が逮捕されました 逮捕されたののは住所不定中国籍チン容疑者は10日午後10時過ぎ路上を歩いていた女性に対し突然下半身を露出した疑いが持たれていますその後被害を受けた女性が警察に通報し男は逮捕されました なお警察の調べによりますと、ちんちん容疑者は、ちんちん出してないよ。<laughs> と、よりを <laughs> 否定していたとのことです。